ロッカーをバンって開けます。開けるとその中にはミイラ化した死体が入っています。36って人間の温度っすよね。言ってくださいよ。つまりプレゼントっていうのは人間ってことですか。ちょっとその中に文字は早すぎ、怖すぎてすぐ閉めちゃったんで。早すぎて僕もう開けないですよ、僕は。じゃあドアを調べます。ドア調べる。何で目星？これなんかスパナを使って調べるんで、なんかスパナを使ってどうやって調べる。目星です。キャッ、36失敗です。特に何も普通のドア立ててみる。スパナ取ります。ここにロッカーはカンカンでし、音が違う。ミセはじゃあそう疲れたんでしゃがみ込んだ時にお尻に何かを感じ、うん、ふと見るとスマホを入れっぱなしだったことを気がつきます。スマホ持ってんすか。電波は入ってます。お、入ってる。さっきからちょっと怪しいなと思ってた野見山雄介という名前をググってみます、うん、もう全部文字化けで何も出てきません。なんじゃこりゃ、まあ、検索結果は出るけど全部文字化けしてます。やべえ、現在地とかしゃべらないの。現在地太平洋の真ん中が出ます。ダメだ。すげえ。うん、もうスマホは使い物にって。電話もできますか。え、電話も。あ、とりあえずミカちゃんに電話します。はい、わかりました。あ、ミカちゃん、俺怖くなってペセ君は通話を終了します。はい、バッチリ。32セコン。セコン、セコン、セコン。じゃあ、なんやねんと思って繋がりました。ダメっすわ、もうこれ。あ、そりゃそうっすよね。みんな本題から避けようとしてここはやっぱ、なんか調べるべきなんすかねと言いながらチラッチラッとか。ほぼ嫌でしょって言います。どうしますかねと。俺は野見山をチラッと。野見山を見ますか。はい。お、え、なんですか。僕に見ろって言うんですか。パノウさんが超怖いと思うやつを。野見山さん実際何もしないじゃないですか。なんかブツブツ言うだけで。ちょっと開けて文字は書いてるかどうかだけでいいんで。なんで僕がって言ってちょっと反論してくるんで、うん、じゃあじゃんけんを提案提案します。後半いくつ。あ、それはロード先輩と2人いいで。ロード先輩と。いやいやいや、あ、違う。僕はじゃんけんもしませんよ。じゃんけんポンポン。うわ、もう決めたんだから、あなたが言ってください。真似てるんだから。わかりました。この時、うん、俺はこの横の見えない位置。分かった、分かったから。じゃあ開けるね。開けます。坂の上がロードを開けた。最速最速、はい、開けるとその中にミイラ化した死体が入っています。内壁はロッカーいっぱいに爪の新しい仕掛け図だらけで、赤黒く可愛いたちがびっしりとついてきました。成功、成功。じゃあ1減らして。ロード先輩どうでした。なんかミイラみたいなの。ミイラ。ロード先輩が開けてる隙に野見山さん見てくれませんかね。なんであなた見ないんですか。いや、俺野見山さんが見てから見ます。じゃあ野見山見ます。はい、完チェックです。野見山もあり。野見山もあり。黒って言います。文字書いてましたか。文字、今まで全部中に文字が入ってたんですけど、ヒントっぽいものなかったんですかね。まあ、僕が見る限りはミイラ化してるんで、結構前の死体ですね。あ、でそれが手錠で引っ掛けられてるように見えます。ロッカーの中に閉じ込められてたってことですか。いや、ちょっとそこまでは。あとはちょっとミイラを溶かすとかいろいろしないとちょっとわかんないですけど。まあ触ったからどうのってもうないです。もう3チェックした人は。ああ、とりあえずってことは、ちょっと中を、うん、お、探ります。はい、杖。じゃあそのミイラをどうします。ミイラを出します。出した。ミシラもうって見ちゃいましたね。まさか出すとは思わずに見ちゃいましたね。言ってくださいよって言いながら。はい、出して出して中を、
中、ロッカーの中を見るってことですか。はいはい、まずはで、引っかき傷をじゃあよく見たということにしましょう。その引っかき傷が文字になっていることに気づきます。助けて助けて助けて、出たい出たい、許さない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 、うわぁ75 失敗。じゃあ 1D6 です。5以上の3が減ったので、アイディアロールを振ってください。14お成功です。それが何なのか完全に理解したあなたは一時的狂気出たー。 1D6 で1回振ってください。5、探索者をその場に釘付けにしてしまう極度の恐怖感。彼はもう固まって動かなくなります。どうしたんですか。見えない、どけだどこだ、ね、ダメだ、乗っかわれてた。見えない、何も伝えてない。